カプナ村、あ、雨が降っている。カプナも村か。言わんこ、バウバウ。言わんとか言わねえんだ。カプの村、太陽と月に近い、ラナキラマウンテンを守ろうとカプが姿を見せていた場所、今は名前を残すのみ。ここ何なんだろうね。結構ガラガラに開いてるんだけど、新しい建物でも建つのかな。はい、目的地ここ。あ、ハウじゃねえか。シューヤー、キャプテンのいるエーテルハウス、エーテルハウス、エーテル団、エーテル財団。工事の人、博士が言ってたやつだ。ラナキラマウンテンのてっぺんにポケモンリーグできるんだよね。遠い地方にあるポケモンリーグには四天王と呼ばれるめっちゃ強いトレーナーが4人いるんだって。四天王と島キングってどっちが強いのかな。なんだかワクワクするね。安心しろって。どうせあの4つ島あるし、4つの島の島キングがあの全部四天王になるわ。アローラのポケモンリーグはただいま建設中です。ワクワクするよ。アローラ、ライドポケモンに手伝ってもらい建築材料を運んでるよ。アローラ、すごいリーグを作るからすごいトレーナーになるんだよ。割とすぐできそうな予感だね。おっと、おじさん、スーパーが潰れたのってカプブルルの怒りとされるけど、人が悪いよ、人が。守り神に大事な場所に勝手にスーパーを作ったら。なるほど、スーパー勝手に作ったんだ。だから潰されたのか。跡地、ゴーストタイプのポケモンに悪さをされて帰らなくなるよ。みんなのメガヤス、安さのオアシス、私のメガヤス、癒しのオアシス。とりあえず回復しよう。あ、山男。よう、ゴースト連れとる？ゴローンと交換しようぜ。死ねえよ。進化するんだろ。でもちょっとうちのね、ゴーストは一応主力だから。クレマの出し忘れちゃったけど。いらっしゃいお客さん。めちゃポケリゾート行ってる？ポケ豆たくさんもらえるよ。ようこそフレンドリーショップへ。ゴールドスプレー、変わらん。アローラって博士を名乗る人が多いのよね。穏やかな気候とか関係はないと思います。アクロマって科学者の、ウェアラブルコンピューター、水で冷やしているので快適だと自慢されました。アクロマさん、こんなとこにも来てたんだ。とりあえず回復しよう。はい、なにに、ゴーリキーになってるからメンバーチェンジだな。どうしよう。次イワンコ、イーブイ、ヨーデリオ、ハーデリア、ハーデリア、コラッタがね進化しないけど、ポケモンってあれだよね、時間進化もあったよね。俺夜ばっかやってるからね、多分それだとすると当分しないから石つぶてに変えよう。この2人を進化枠。ムーランドだよな。ハーデリアって誰だよ。そんなやつはいねえって思って。ということで目的地は左上の方だけど、あえてスーパーの方に行こう。14番道路、黒い砂のビーチ。あ、この黒いの砂なんだ。ポケライドもできる。なんかね、研究室みたいなのあると思ったらアイテムだけだ。跡地だね、ほんと。シャドーボール、やった。これでゴースト技が。なんか泳いでる人いる。海パンやろうかな。なんかね、砂が黒いからさ、水も黒く見えるっていう。ラプラスに乗らないのはラプラスより早く泳げるからだ。お、おう、お前ラプラスより早く泳げるんだ。はい、海パン野郎の太平。
生拳だ。これは多分内臓出るな。ジュックンが内臓をかけられるな、これ。やっぱ分かった。生拳結構強。リーフブレイル。はい、内臓飛び出してくる。背景のさ、岩のところの波がさ、なんか別のポケモンが見切れててめちゃくちゃ食らうし、え、何そのダメージ。けど隙を覚えたい。まあ、とりあえず体当たりと嗅ぎ分けるはいらない。ポンポン上がる。早く泳げるのは勝ち負けには関係ないのか。サメ肌やニョロボンの泳ぐ速さには、シャッポを脱ぐね。はい、この速さに勝てるつもりかい。特に相手、おっとレアが出そう。あ、消えた消えた消えてんじゃねえか。じゃあいいよ、じゃあいいよ。一応敵出るね。あ、ベリッポー、イケジュ君。飛行水ダメージが、光合成が多分ね、ほとんど回復しないはずだから、あんましても意味がないね。雨だからあまり回復しないって多分なるはず。突進使えるよね。鍵を開ける除外いらないですから。ポンポン上がる。あれ、早っ、もう進化したか。おや、覆面の様子が。はい、ハーデリア。ムーランドまでだから三進化か。ハーデリアやっぱいたか。ハーデリアもいたな。あれって思って、三進化かこいつ。ハーデリア。主の命令に忠実だが、下に見ている相手の言うことは絶対に聞かない。舐められたら終わりだな。わおー。一つ。よっ。だよな、ハーデリアって名前も頭には浮かんでたんだけど、あれって今見たらムーランドだよな。二進化だったと思うから、ハーデリアって何なんだって思ったけど、普通に三進化だったね。一応俺のメインメンバーだったはずなんだけどな。こいつのね、威嚇しては、元気のかけら、さらに威嚇の繰り返し。あ、素のものだ。はい、ついばむ。はい、今日の晩飯。とう、とりあえず水はオッケーだな。あ、リアルで急に回収だ。そろそろ 20% いった。まだ。そういや、波乗りを覚えるピカチュウ見たことあったな。波乗りピカチュウだぜ。あ、いけるじゃん。跡地は試練の場所。キャプテンの許可なくしては入る。やっぱ入れないっつ。スーパーメガヤス跡地、島巡り試練の場。スーパーの跡地ってサバゲでもすんのか。はい、ポケモンコレクターのキヨシ、ボンバイエイ。2匹、トゲで丸、トゲで丸、意外に可愛いな。ノーマルかな。戦ったことある？トゲで丸、今一つ今一つ影縫い。
暗い影抜いだ。やったぜ。ダダダダン。もう28だ。進化するんじゃないこいつも。ステルスロック。ああこれこれこれいらない。ダダダダン。ガバイト。ガバイばあちゃん。おー。ガブリアスの1個前か。こいつ毒地面だっけ。影縫い10君の影縫いをくれ。一撃必殺ポンポンレベル上がる。ビクトリーへのこだわりは驚くほど薄かったりします。ですよね。進化するがいい。おや、岩尾の様子が。おお。やっぱなんか毛みたいなの生えてる。飛来神かな、電気ついてるし。ゴローン、アローラの姿登録完了。餌の石を求めて喧嘩。ゴローン同士がぶつかるたび爆音と光がほとばしる。110キロ、超重い。おら、ゆっくりしてる。ゆっくり。ゴローンは進化するとマルファイトに、あ違うわ、マルファイトにはならない。特に新技とかは覚えたりせんな。コレクター室が、災いして裏の島図鑑を埋めるまで。あーいるいる、そういう人。ストーリー全然進めて、まだストーリー進めてないのって人いる。闇ガラスか、不吉だな。いやー、ふっふー。うわー、サバゲー、サバゲー楽しそう。段差になってる。どっから行くんだこのおじさん。釣り人か。隙あり。振り向くの早っ。君は睡蓮の釣り竿を持ってるな。持ってますけど。あ、ヒンバスだ、裏山。それくれねえかな。ドラゴンクエストモンスターズだったらパクんだけどな。雨が降り始めた。はい、葉っぱがっと。リーフブレードだけどね。飛んでる。何も起こらない。はい、リーフブレード。ダンダン。ギャラドスだと。ギャラドスは電気だろ。電気威力4倍。電気ショックで自撃マスター。ギャラドスの威嚇はやめてください。戦う。電気ショック。ビリビリするよ。超ダメージ。効果は群抜である。奮い立てる。奮い立てるって2個上がったよな。攻撃と特攻。お前特攻いらねえだろっていう。わしも睡蓮の釣り竿さえあればやの。だいたいコイキングだよこれ釣れるの。いや、釣り竿こそが睡蓮そのものではなかろうか。じゃあ釣り上げられるコイキングこそが睡蓮そのものではなかろうか。だいたいコイキングだからねこれ釣れんの。ゲッチュ。まあ満タンの薬は美味しいです。うん、特にね、いいものなかった。あれ、びっくりした。詰まってるだけだった。
ここまでです。はい、カップの村。とりあえずゴローになったからもういいや。一旦ボックスにぶち込もう。次誰にする？進化枠、進化枠。そろそろダグトリオ俺も作っちゃおうかな。こいつも進化したな。結構進化枠のやついるな。ダグトリオ狙うか。で一応回復、ちょ内臓浴びちゃったから回復させてあげて。お預かりしたポケモンは元気になりましたよ。山男いいな。よ、ゴースト連れとる？ゴーストどっかから捕まえてくるか。セリフが聞きたいよね。ほら通信進化したみたいなセリフをね、多分してくれると思うんだけど。よっちょ。あ、草むら発見。なんか新しいポケモンは？来い。あれペリッパだ。だいたい同じなんだよな。リーフブレード、ジックンは多めに経験値をもらった。もう一回ぐらいいっとくか。あ、雪わらし、雪だよな。倒しちゃいそうだな。ゴーストに変えてナイトヘッドでこまめに減らす。でも31か、結構強い。毒差はないか。ツイバムでうまく止まれ、祈る。目は狙うな。うわー、目狙わなくても死んだ。仕方ない、ゴースと戦闘にしよう。悪い笑顔、お前が先頭だ。やっぱナイトヘッドで安定に減らすか。もうデカグースしか出ねえんだよ、ほんと。ごめん、もう君はいいわ。出ないかな。出た出た、よしよし。まあナイトヘッドをかまして催眠術。ナイトヘッド、夢食いだと多分抹殺しちゃうからな。はい、ナイトヘッド、どうだい。まあ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 、氷の牙、まあ、そんなには食らわんだろ。それなりに食らうけど。はい、催眠術。で一旦は確定。さて、はい、モンスターボール、スーパーボールだ。はい、雪わらしを捕まえたぞ。あ、レベルアップした。40。さて、雪わらしのデータが。でもこれあれだね、雪わらしの枠は妖怪ウォッチの方が可愛いな。雪女枠だから。三進化だ。雪わらし、雪兄貴、雪親父みたいな。違います。寒い土地でしか生きられない。マイナス100度の環境でも元気に跳ね回っているよ。子供は風の子。あ、アクション1個しかない。手抜かれてるな。氷だ、氷単品だ。
ユキっつったらユッキーだよね。さあどんな姿に変わるのでしょうか。三進化するんならね、あのハーデリアがムーランドになったら進化させてあげよう。もうレベルも28だから多分すぐ進化するだろう。凍える風、噛みつく氷の牙、意外に使えるな。ただパラメーターが単純に低い。まあ三進化の1段階目だしね。あられの時ヒットポイントを少しずつ回復する。残念雨でした。ボックス行っとけ。よし OK。 鬼しずくもの泡の中に宝物を入れておけば金庫より安心じゃないのかい。アイテムない。でもここそんな寒そうじゃないのにこんなとこに出しちゃっていいのかな。結構あったかそうだよねこの辺。15番道路です。みんなの島巡りを応援するサポーターですねと。はい、いつものいつものだ。上に行くとイベント会場になって、会場ってなんだよ。エーデルハウス、ポケモンと人寄り添う形。うさんくせえ。いた、エリートトレーナーだ。はい、デカグース、デカグース率高え。もうデカグースはいいよ。そらデカグース増えるわな。みんなスルーしていくもん。んペリッパー、ペリッパーもいいよ。お、雨降らし。せっかく止んだと思ったのにまた降ってきたぜ。まあスルーだけどね。よし、アイテム、すごい傷薬。戦っておくか。アロラ？なぜ疑問文なんだ。勇気。サンドだ。来た。ついにサンド。アローラの姿。氷になってるよ。氷だから、まあ、ゲンガー、ゴーストには関係のない話か。シャドーボールぶん投げとけ。シャドーボール。ガラガラ、ガラガラ地面だよな。ミーズかな。雨降らし。熱湯。火持ってんじゃね。火地面じゃね。ここのからから。あ、注意。火が消えた。なんなん。あ、アローラ。お前アローラしか言ってねえぞ。アローラ、こいつアローラしか喋れない。サニーゴがいる。コーラル。いや、お前じゃねえよ。釣り人の方、釣り人の方。ここいらで着流しのギャンブラーを見かけるんだが今はいないようだね。また過去作の出張キャラかな。スカルダンの連中、人から奪ったポケモンを船で運んで嫌がるんだ。ジガルデキューブ。ここ海もあるな。結構広くね。めっちゃ、あ、サメ肌がないからまだ行けないってことは、ここでサメ肌に乗れるようになるのか。いけ悪い笑顔。毒、毒、毒ってゴースト。あ、夢食い、夢食いに行くまでがめんどくさいな。もうお腹いっぱいでしゅう。うん、サメ肌取ってからでいいや。トレーナー一人しかいなかったけど戦ってくれるかな。
まあダメですよね。イベント進めよ。やってる？